どうせ片方は鬼にされてしまうんだわ。姉様、何でもないわ。それで何？柱の血筋の波頭の家に双子を産ませるだなんて、私にできることなのかしら。そんな家宝、寝て待つしかないんじゃなくて？はい。ですが姉様、主様の魂は封じの鬼の木が花を散らすたびに少しずつ削られています。それの邪魔ならできるというのかしら。はい。あなたも主様のことが好きなのね。それなら人を使いましょう。ああ、そうね。私の力は人に暗示を与えることですもの。それぐらいなら簡単よね。はい、姉様。あなたたちは鬼切り部。鬼を切るのがその役目。だから、水木の民も切らなくては。
本当に入るの？入るよ。オクラの中にはきっと宝物がいっぱいあるんだよ。こんなの剥がしちゃおう。いいのかな？大丈夫、いいから剥がしちゃおここはどこだ？なんであなたがここにいるの？やっぱり。あなた、ついさっきまであんなに泣き叫んでいたのに、ずいぶんと余裕があるのね。うん、なんだかのぞみちゃんのこと理解した。勝手にしないでくださらない？うん、でももうそんなに怖くないよ。
それで、ここは一体どこ？ここは、ここは私の最初の住処。それで、なんであなたがここにいるの？御影さえ立ち入らせたことのない場所なのよ。それは多分、のぞみちゃんが2回も私の血を飲んだから。私の心までのぞみちゃんの中に入ったんだよ、きっと。そんな、いい加減な。でも、血は神そのものを表すって。それにね、そんなこと言ってたら、のぞみちゃんの存在自体がいい加減だと思うんだ。どうやったら人間は鏡に取り付いたりできるわけ？私の妹よ。お父様に捨てられてしまった不憫な子。それってなんかおかしくないかな。何がおかしいのよ。なんでのぞみちゃんの妹さんはお父さんに捨てられなきゃいけないの？のぞみちゃんだって閉じ込められてはいたけれど、出て行ったのはのぞみちゃんの意思であって、お父さんは関係ないよね。ちゃんっていつ鬼にしてもらったの？御影ちゃんがのぞみちゃんの前に現れたのって主が封じられた後だよ。それの何がおかしいの？のぞみちゃんが人から鬼になったのは主にしてもらったからだよね。ええ、そうよ。それじゃあ御影ちゃんは？ちゃんは誰に鬼にしてもらったの？それは、それは大体後から来た御影ちゃんの方がいろいろ物知りなのって変だよ。封じの解き方とか、のぞみちゃんも知らなさそうなことをいろいろ。私の言うことなら何でも聞くわ。
じゃねえ、のぞみちゃん。私眠いからもう寝るよ。寝てしまったら二度と起きれないのよ。そうなの？あなたの体の中の血はもうほとんど空っぽだから。